南西の黄緑色に塗られた部分が、ウィートベルト地域クーェイラディングの農地クーェイラディングの穀物貯蔵債色塩分濃度の上昇により、荒廃した農地あとウィートベルト地域は、オーストラリア、西オーストラリア州を9つに分けた地域区分のうちの一つ。同州の南西部に、州とパースを取り囲むように広がる。北を中西部地域に、東を、 ゴールドフィールズ、エスペランス地域に接し、南には南西部地域とグレートサザン地域がある。西側は北から順にインド洋パース市、ピール地域となる。面積154,862キロ平方メートル、人口約72,000人。うち1万6,000人ほどがノーザム、ナロジン、ベルディン、モーラなどの町に住んでいるが、 人口分布的には分散している。ビートベルト地域は多様な環境及び産業を有している。150km に及ぶ海岸線を持つ沿岸部では、降水量は比較的多く、気候も穏やかであり、観光地として知られている。それに対して、東園部は非常に乾燥しており、金、ニッケル、鉄鉱石などの採掘が行われている。 両者の中間には農業に非常に適した土地が広がり、西オーストラリア州の小麦生産の3分の2を、羊毛生産の2分の1を担うほか、羊肉、オレンジ、蜂蜜、生花など多くの作物はこの地域が、同州における、主要主産地となっている。ウィートベルト地域は、下記の地方自治体によって構成される。ありがとうございます。